ファンクショナルレジスタンストレーニング上半身編。ファンクショナルトレーニングとは人類太古のライフスタイルに即したエクササイズであると言えます。立つ、歩く、走る、投げる、飛ぶといったような人間本来持っている動きをより強化するエクササイズでもあります。科学が発展した現代、便利になると同時に人間の体力は退化していきます。そういった時にこのようなエクササイズをすることによって人間が本来持っている力を引き出すことができます。その中で特に大事なのが体幹の筋力です。ここに掲載している DVD のエクササイズは全て体幹の筋力を動員します。例えば上半身はプレス系とプル系、その2つに分類していますが、どれも両手を同時に行うものではなく片方ずつ動かすようなオルタネイト式のものが多く含まれています。実際人間の動作を見てみると、歩く時も左右交互に手を振る、左右交互に足を出すように交互クロスに体を使うような癖を持っていると思います。それをエクササイズに表現してみました。細かく分類しますと、プレス系は水平方向、そして垂直方向、プル系も同様に水平方向、そして垂直方向ですね。ラットプルダウンのような動きが入っています。最後にプライオメトリクスを入れております。プッシュアップの状態でジャンプします。肩に強い衝撃がかかりますが、筋肉を反射的に使うことはスポーツの動作の中でも大変必要です。必要なエクササイズをしっかりと選択して活用してみてください。さあ、これを活かしまして、この DVD でよく使われる基本的な3つの姿勢をご紹介したいと思います。1つ目は今ご紹介しましたアスレティックポジションです。はい、では体重を足の真ん中に乗せて作ってみましょう。はい、しゃがんでいただいて、はい、では足の位置でしょうか。しっかり膝を伸ばしてお尻に力を入れて、背中は丸めすぎず、で頭の位置はまっすぐですね。この柱、ピラーをしっかり作っておきます。ダンベルを持ちました。ワンアームですから右の方に体重が傾きますが、それを体幹の力でしっかり支えて動作を繰り返します。この時安定させるポイントとしては、前足側の母子球、小子球、そしてかかとの3点でだいぶ反りすぎてしまわずに肋骨をぐっと閉じることですね。これでまっすぐになりました。はい、では両手にチューブを持ちまして、はい、ある程度テンションをかけておきましょう。これだけでも背中の筋肉は動員されています。用意ですね。はい、足を伸ばしてピラーを作ります。用意始め。はい、なるべく高く飛んで軽やかにね、しっかり押して